ターバーン航空6437便着陸失敗事故は2010年1月24日に発生した航空事故である。アーバーダーン空港発マシュハド国際空港行きだったターバーン航空6437便がマシュハド国際空港への着陸時に滑走路を逸脱した。事故により機体は炎上したが乗員乗客170人に死者は出なかった。 乗客のほとんどは、イラクの聖地巡礼からの帰路についていた巡礼者だった。事故機のツーポレフツ -154M は、1993年に初飛行を行っていた。この機体は、コガリムアビアがターバーン航空にリースしていたものだった。6437便は、ターバーン航空に代わり、コガリムアビアが運航していた便だった。イラン南西部のアバダーンを離陸し、 イラン第二の都市であるマシュハドへ向かった。しかし、マシュハド国際空港付近の指定が悪化していたため、エスファハーン・シャヒード・ベヘシュティ国際空港へダイバートした。指定が回復すると5時35分にエスファハーンを離陸した。ところが、指定が再び悪化したため、6437便はホールディングパターンで旋回を行った。旋回中、 乗客の一人が重病となり、機長は緊急事態を宣言した。指定は未だに回復していなかったが、パイロットは ILS での滑走路 31R への着陸を強行した。着陸時にテールストライクを起こし、機体は滑走路を逸脱した。ノーズギアが破損し、右翼が地面に接触、火災が発生した。乗員乗客47人が負傷したが死者は出なかった。 イラン民間航空連盟が調査を開始した。2010年1月26日、ロシアの国家間航空委員会が調査に加わったと発表した。ありがとうございます。